早く思ったよりもじゃがいも茹でるのに時間がかかってしまって、今スープ用の麺を茹でる用の麺、沸騰させなきゃいけないお湯を。でも聞いてください、鍋が一つしかなくて、この鍋でラーメンのスープを作りたいんですけど、となるとあのラーメンを茹でる鍋がなくて、このちょっと深めのフライパンがあるんですけど、これでもいいと思いますか？このフライパンでも、これでやらせてもらってもいいですか？この深さならいけそうじゃない？おばあちゃんに聞いたら、一人前なら大丈夫じゃないって。鍋一つしかない創作ラーメン大丈夫かな、ギリギリいけるかな。じゃあもう先に沸騰させる前に、この濃厚パイタンのキューブを溶かしていきたいと思います。大丈夫そう、ありがとうございます危ない危ない、鍋のこと考えてなかった。ガチで創作ラーメンを作ろうとしてて、こんなものを買ってきました。でもベースはこちらの味噌ラーメン、シンプル味噌ラーメンだと思ったら、豚骨鶏ガラの自家製だし使用されてて大丈夫かな。それにさらに濃厚パイタンとカットトマトを合わせようとしている。素晴らしい、おしなぎ頑張ってくれてありがとう。コメントもちょこちょこ今ね、さすがラーメン部、いらっしゃいませへいらっしゃい、へいらっしゃい、お寿司か。もう早速トマコと缶をぶち込んでいきます。でどれぐらい使おう、 390g、 とりあえず半分入れないぐらい入れてみたいと思います。剥がれないんだけど、剥き方さすがラーメン部でしょ。ハッシュタグ NGT48 ラーメン部でもつぶやいてください。ぜひ味噌にパイタンにトマト、やばいかな。トマト缶はとりあえず先に入れちゃいます。半分入れちゃった、いっかな。でこの白湯キューブを溶かしていきます。怖いよ、創作料理なんて。180だってどれぐらいだろう、こんなもんかな。これは沸騰用のスープ用のお湯に使う。洋風ラーメン、でもなんかラーメンイタリアン、あんまりにもトマトでイタリアン寄りにしたくなくて、具材をしっかりラーメンにしました。しっかりでもないけど、チャーシューはさすがにちょっとトマトにあれかなって思ったので、ローストチキンを買ってきて、これってさ溶けるもん、じゃがいもの皮を剥いていく。これはねちっちゃいもん
クラブが作ってくれたじゃがいもです。じゃん、やばい、このまま美味しそう、このまま食べれそうな美味しい匂いが。あ、写真撮ればよかったな。じゃがいもの皮って意外と時間かかるね。じゃがバター食べたい。わかる。じゃがバターにしようかな。半分残ったやつ普通にバターに合わせて食べたい。じゃがいもの皮むきが熱くて苦戦しています。頑張れレイナ、ありがとう。ね、見てる？ちょっと手元が見えなくて申し訳ないですが、ただいまじゃがいもの皮を剥いているだけでございます。茹でてあるので剥いでるだけです。ちょっと1ヶ月、じゃがいもって1ヶ月持つよね。もうちょっと多分1ヶ月くらい経つかな。あっち、抜けました。トマト缶はどれぐらい入れたんだろう。半分、ほぼ半分入れた。どれぐらい入れよう。水どれぐらい。半分って200ぐらい入れたから水300ぐらい入れとく。決め分量怖すぎる。250にしました。見えた。これに白湯、白湯のスープを。これ溶けないけどさ、溶かし方合ってる。もう鍋に突っ込んだ方がいいかな。味濃くなりそうと思って溶かしてから入れようと思ったんだけど。冷蔵庫も恥ずかしい、見ないで。スパイダーマンの映画でもらったやつ。本当はね、もうこの素を買わずに味噌とか醤油とか鶏ガラの素とか入れようと思ったんだけど、怖いからやめた。だってこのまるちゃん製麺の麺が、中太ちぢれ麺が美味しそうで、この麺に選びました。こちらは麺を茹でるようでございます。全然足りなかった。特大ティファール欲しい。あとピーマンも入れようとしてる。やばい、創作すぎない？本当に。沸騰させるのに思ったより時間がかかりそう。
確かに。このフライパンで麺を茹でる時点でもラーメンではない。パスタ。でもベースはラーメンのこの中太麺なので、なんとかラーメンに近づいてくれるはず。え、ほんでもってこれの溶かし方合ってる？ほんでもってこれの溶かし方大丈夫そう？キッチン赤白基調で買う。確かに気づいたら赤白になってた。溶けそう。ええんちゃうか。もうここまで来たら何でもええんちゃうかという感じですけど。楽しいね。食べるまでいけるかな。でもスープさえ出来上がっちゃえばもうラーメンはもう5分ちょっとでできるので、焦らず。この絶対に合わないって分かっていたけど、なるべくちゃんと私はラーメンを作ってるんだぞっていうのを見せるためのナルト。初めてナルト買った。家でラーメン食べるってなってもわざわざナルト買わないじゃないですか。もうこれさえあればもうどんなものもラーメンになるので、もう一個簡単食。じゃあショールームさんでいただきますか。濃厚パイタンのスープが出来上がりました。これを少しずつ。もう香りはもう本当になんか中華の香り。でもラーメンって中華だよね。あのね、シャンタンの粉の味がする。何回も言うけどこれは鍋用の鶏パイタンキューブです。もうこのトマトとお湯しか合わせてないスープにこれを今から合わせていきます。でもさ、これってさ、もうかくし味みたいな感じだよね。絶対今じゃなかったわ。なって、そしてここでマルちゃん製麺のあらたき味噌を加えたい。アオキーさんいる。アオキーさんいるんですか。待って、私のルームに来てくれるなんて。待って、本当に6階にいる。やばい。ありがとうございます。ディスイベントで